福岡県は昨日新たに1316人の新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表しました。2日連続で1000人を上回っています。県内の新規感染者1316人の内訳は、福岡市470人、北九州市132人、久留米市85人、県管轄のその他の地域629人でした。10日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。また80代の女性1人が亡くなりました。一方で最新の病床使用率は前の日から 0.2 ポイント下がり 10.8% となっています。県の担当者は、今後感染者数が増えるか減るかはどちらとも言えないが、引き続き感染対策を徹底してほしいと呼びかけています。佐賀県は昨日新たに339人の感染が確認されたと発表しました。亡くなった人はいませんでした。